コンベアモデル48チャージャーコンベアモデル48チャージャーは1960年代にアメリカ合衆国で専用コイン機の要求に応じて開発された軽地上攻撃機観測機の試作機である。本機は2機のターボプロップエンジンを装備した総動式の複雑機であり、強作で勝者となったロックウェル OV-10 と同様の機体レイアウトを有していた。 一機のみが製作された。1959年に、米海兵隊の2名の将校が KK 海兵隊、攻撃機という名称で知られる、前線近くの道路から運用でき、海兵隊への近接支援を行う能力のある、小型で安価な航空機のコンセプトを暗出した。米陸軍も、同種の機体に興味を抱いていたこともあり、この手の機種への関心が高まった。 ジェネラルダイナミクス社のコンベア部門は1961年に大反乱作戦用航空機の研究を開始した。1963年に警部想定察機に対する様々な要求仕様が3つの駅務に絞られ、米海兵隊と米陸軍での使用ばかりでなくコイン機と前線航空管制任務に使用する米空軍や輸出も視野に入れた機体となった。この要求仕様には 1964年3月にモデル48チャージャーを提出するコンベアを含む9社のメーカーから応募があった。モデル48は機種、後部胴体、翼端がグラスファイバー製で、その他が主にアルミニウム製構造の総動式単容器で首車輪式の引き込み式膠着装置を備えていた。プラットホイット2カナダ PT6。 ターボプロップエンジンで3枚プロペラを駆動し、主翼町は離着陸距離短縮のためプロペラ交流を整流して、水力変更の機能を果たす全幅にわたる公園のスロテッドフラップとエンジン内側の前縁スラットの効果を上げるために、全体がプロペラ圏内の中に入るほどの比較的短いものであった。外翼公園の二重のフラップは低速時にスポイラーにより補助されて、 エルロンとして機能した。テールブーム先端の垂直尾翼には全不動式水平尾翼が取り付けられ、その翼服は左右テールブームの間隔よりも長いものであった。操縦士と観測員はスライド式キャノピーで覆われ、後部胴体には2000ポンド分の貨物を搭載可能なヒンジで開く後端を備えた貨物室を有していた。搭載可能な貨物の中には PT-6 エンジンを丸ごと1機や非常に窮屈な状態での5名の空挺兵が含まれ、観測員席を使用すれば6人目の空挺兵を搭乗させることもできた。4丁の7 6 2ト、mm、ル機関銃が胴体側面のポット内に装備され、その他に主翼仮面と胴体下のハードポイントを使用して爆弾、ロケット弾、ガンポットなどの2000ポンド分の外部搭載能力が あった。水陸両用任務の要求仕様に合致するように2個の大型フロートを取り付けることも可能であった。コンベアは、奈良共作の選定結果が発表される以前に、プライベートベンチャーとして試作機の製作を開始した。1964年8月に、米海軍は奈良共作で、ノースアメリカン社の名マイナス300を選定したと、 発表したが、米陸軍と米海兵隊はチャージャーを好み、海軍の決定に抗したことでコンベアは試作機の製作を続行し、この機体は1964年11月25日に初飛行を行った。初期の飛行テストの後、チャージャーは低速での操縦性を改善するために、主翼町の延長と尾翼に回収を受けた。チャージャーは、 通常のペイロードを搭載した状態で高度50フィート超えに485フィートの離陸距離という優れた短距離離性能を示した。この値はララの要求仕様である800フィートと OV-10 ブロンコの値よりも優れたものであった。チャージャーは100時間の合同テスト飛行にかけられることになり、試作機は海軍、海兵隊、陸軍、 空軍の拡大票により操縦されることになった。発注がされた場合は、量産機は完全な複式操縦装置を備えるより、高さのある長い胴体を与えられる計画であった。この試作機は、1965年10月19日の196回目のテスト飛行中に墜落した。この事故は、米海軍のテストパイロットの操縦ミスによるもので、 あったが、以降の開発は破棄された。ゼネラルダイナミクスエアクラフトゼアプレデセサースより、ありがとうございます。